どうもー、フォーゲームボイスでーす。第2回目が始まりました。はい。前回はまあ2人で話したんですけども、今回は僕らに、そうね、まあ おじさん2人で話してるのも、そうですね。ちょっと絵的に良くないので、ね、ちょっと僕らにちょっと深い関係な、はい、おじさんを呼びました。じゃあ、ジョー、河合くんです。どうもー、ジョー。河合ちゃん。久しぶり。ずいぶんちっちゃくなった。久しぶり、河合ちゃん。コイルいります。いやない。どうぞ。じゃあちょっとどいてね。はい。あ、こんにちは。こんにちは、こんにちは、どうも。どうも、ジョー・バイデンです。ピーター・バラコンです。コイルじゃないです。いてもいいです。はい。はい、お邪魔します。河合さんです。はじめまして。ジョー・河合さんです。ピーター・バラコン。あの、フォーゲームができるときに、絶対いなきゃいけなかった人。うん、そうですね。まあ、いてもらわないとフォーゲームなんかできてないって。間違いないです。そうですね、いやあのあれですよ、あの言ってますけど、あのある日夜川崎のクラブチッタに呼ばれましたまあまあその話はまあまあそうですね、ね、はい、河合さんはあのどういう人なんですか。河合さんジョー君は帽子ジョーなんで、まず河合さんが、河合ジョー君が、はい、まあ、どういう人だったかっていうのを、うん、あの説明しないと意味が分かんないと思うんで、はい、そうですね、知らない人も、ね、はい、まあ元々はアンドワンの代理店、日本の輸入代理店、そうですね、はい、の某ゴム系の会社に、ゴム系の会社に、はい、そこ、まあ、スニーカー、ね、まあそれまではスニーカーの業界に、まあちょうど30年ぐらいスニーカーインダストリーに、西暦2000年の、秋ぐらいにある日、まあ、バスケットのブランドやるぞ。もうそれまではじゃあ全然関係ない仕事をしてた、まあ、靴スニーカーってことで、ね、スニーカーはスニーカーやってたんだけど、スニーカーの仕事をしていたんだけども、急にアンドワンをある日突然日本でやるから、そう、日本でどうもアメリカで随分イケてるブランドがあるぞと、アンドワンってブランドだと、なんだそれだと。でもそれは全然ジョー君は知らなかった。知らなかった。ちょうどその頃ね、その当時ね、日本にフットロッカーっていう店がアメリカから入ってきて、で、扱っていて、で、まさにちょうどここにあの靴の箱が、らしいのかな、これ。確かに。けど、あの、靴の箱のパッケージが、このパッケージね、これ。ペプシマンみたいな。スタンドワンね。はい、スタンドワン。これはね、ペプシマンみたいな柄だ。その当時はペプシマンが流行ってて、うん、はい、ペプシのコマーシャルで。ペプシマンなんだ、ペプシマンのキャラクターの靴かと思ってたぐらいで、はい、ぐらいです。あんまりアンドワンに対してそんな知識がなくて、で、でもまあ、スニーカーの業界に長いこといたので、何回かそういうバスケットボールシューズのブームがあって、なるほど。さっき言ったバルセロナオリンピック。はい、の時のあのね、ドリームチーム1の時なんかジョーダンだったり、それこそマジック・ジョンソンがコンバースの靴履いてたりだとか、ラリーバードだったりっていうようなね、ところはあの見てきたので、ただちょっとその、シューズブーム。そうね、ただ2000年その頃はちょっとバスケットシューズブームっていうのはちょっと落ち着いちゃっていて、どっちかというともうちょっとローテクな感じの靴が流行ってる時だったから、まあ、第一印象としては、そう、コンバースとかやってたから、印象としては、今更バッシュかと。で、だからもう完全にその靴屋さん目線。そうですよね。なるほど、なるほど、なるほど。バスケットボールプレイヤーとしてではなくて、靴屋さん目線。バスケットもやってなかったんですか、ね、全くやってませんよ。何やってるんですか、バレーボール。言い方はそれで合ってるか。バレーボール。バレーボール。バレーボールやってました。あ、じゃあもうバスケも全然、バスケのルールすらルールすらし、今でも今でも散々見てきて、散々見てきて、散々見ましたけどね。そこにいたんですよね。で、俺らとの出会いっていうのは、俺らとの出会いは、はい、あれですよ、だからある一つね、チーム S が、まあ、チーム S がですよね。そこはあなたたちが話した方がなんか、そうですね、チーム S が、まあ、アンドワンにメールをしたんですよね。そうです。A ちゃんがメールだと思ってたんですけど、実際は、はい、ファックスを僕が送ってたらしくて、2002年に、なるほど、ちょうど僕らが、イベントが2回目かな、赤レンガでやるときは2回目の時に、うん、赤レンガのそのコートに、まあ、300インチ、ちょっとインチがもうはっきり覚えてないんですけど、300インチだったね。300インチでしたっけ、うん、に、ものすごいどでかい映像を流せるプロジェクターがあるから、お前らなんか好きな映像を流していいぞってイベントを任せてくれた人が言ってくれたので、うん、その時僕らはアンドミックステップがもうドハマり、クラブでもう流れてるわ、集めて見て
てたわって段階で、うん、あ、これをもっと世に知らしめたいと思い、著作権やらなくあるから勝手に許可なく流すのはまずいと思ったので、アンドワンの方に連絡をして、連絡というか、まあ、許可をもらいに行ったんで、そのついでに超チームベースも売り込んでやろうと思って、はい、最初はもう俺ら横浜に行けてるチームエースというストリートクルーがいるから俺らを使わない手はないぐらいの勢いでファックスをしたけど永遠と返信がなくて、その頃そういうやつらっていたんですか？その頃ね、そういうやつらいましたね。まあ、知ってるか、なんか提供してくれみたいな、まあ、でもそんなにいなかったけど、まあ、覚えてるのはチームエースと、はい、その頃同じかどうか同じぐらいのタイミングで引ったのが江口くん。江口くん知らないか。江口くんね。スフィアオブインフルエンスのマネージャーやったよね。で、アンドワン広告やるんだったら、うん、うちの若いやつにやらせてくれって言って、うん、江口くんっていうその B1 マネージャーね、うんうんうん、が来て、その時当時フューチャーショックっていうフューチャーショックだったから、そうですね。その江口くんが来てスフィアっていうのが一から来て。うん、衣装っていうほどでもなかったけど、うん、シューズとか提供したりしたっていうのはあったね。そうね、それがそうだな、会社が浅草橋に引っ越した頃だったから、はい、そう、まさに2002年とか、うん、そうですね。そんでその時に僕がまあ永遠その僕ちょっとまあ売り込みすぎて挑発しすぎてしまって返信がなかったけども、大会はどんどん狭まってきて、そんでこれはまずいと思って、今度はもうものすごい下手にすいません、前回はちょっと生意気なこと言ってすいませんと、ただ僕らのためにあの絶対アンドアにとって絶対にマイナスにならないことなので、そのやっぱその 何十万人って行き来するところで、それだけでアンドワンを流せるってことは絶対に損はないんで、一度お会いしていただけませんかって、もう180度も低姿勢で、それはでもかわいそうじゃない、その時は言ってないんですよね。それはでもその時の僕当時の上司ね、そうですね、サムサムさんサム沢村さんそもそもなんでジョーなんですか？なんでジョー？いや俺らだから、うん、サム沢村からね、編集、ね、来た時に、はい、やべ、ハーブだと。違うなと。アメリカのブランドワンの、ジャパンと言いつつも、ちょっと英語ちょっと勉強していこうかなぐらいの、本当に。そう遅いな、遅いな。二人はもう本当にやべえ、外人。外人だと思って。そう。なんで、まあ、外資だから。まあ、そう、全然外資なんで、全然順は増えない。です。まあ、言うても、でも、それでも海外っても中国だったら、まあ、そのいろんなブランドをね、他にもブランドいろいろやってたから、海外の話をするときに、なかなか名前をね、向こうから呼んでもらえないから、まあ、サムさんだったら、本当はサトシさんって言うんだけど、なるほど。まあ、呼びやすい名前。サトシがサム。変えましょう。なるほど。で、まあ、俺も本当、ヨシヒロって名前なんだけど、ヨシヒロって言いにくいから、外人が。はい、その当時の社長が、はい、Y で始まるとね、発音的には J から始まる。はい、J-O って書くと、ヨーって言うから、はい、だからそれで、そうだ、ジョージとかね。はい、冗談にはしたかったですね。ジョージじゃなくて。山本さん。ジョージじゃなくてよかった、本当に。ジョージさんって。山本って名字にするとしたらね。山本ジョージ。道の下って誰か。山本小鉄だったようなんですけどね。ジョージ関係ない。違っちゃった。だったらジョー・ヒーチぐらい。山本の方が多いですね。何やねん、これ。なるほどね。まあ、それで、ね、そうその頃からまあ使いもしなかったけども、名刺の裏にはこう英文でね、超可愛いって書いてあって、うん、まあ、それはいつの間にか定着しまして、なるほど、おかげさまに皆さんからジョー君と呼ばれるようになりまして、こんなキャップまで自分で作ってね自分で作った、あんたが作ったそれで、まあ、そのサム川村さんからいついつに来てくださいっていうのが、それはメールで来た、それはメールでありました。一応そこのファックスで送ったのに多分アドレスを書いておいて、冷たいメールが、うん、冷たいメールが、もうすごい冷たいメールって、ね、冷たいメールが来て、やべえな、これどうしよう、はい、じゃあいつ来てくださいみたいな、そうなんです、ね、すごい冷たいかった。それで、すごい冷たい、上司からの命令で、横浜から変な奴らが相手してやってくれるっつってそうですね、話聞いてやってくれるっていうのがまあ一番早い、ね、俺的にはサムだから、あ、日本もそんなできねえんだなっていうだから簡単なムーブ来てんだなって俺ちょっと思った、ね、で2人で土砂降りの日っすよ、土砂降り、土砂降りの日に1時間半ぐらいまで来ちゃったでね、上空の会社の前浅草橋で浅草橋企画書作って持って企画書作ってで出てきたのがさ、めちゃくちゃ日本人
その時サムか村が出てきてね。で担当がジョーカーが言ってるから、はい、今来るから待ってくれって言われたのをすげえ覚えてる。また外人。そうそう。またこそ外人。俺その時はまだサムさんは中国人だから。中国人とアメリカのハーフっていうかそのそういうすごい人なんだろうなと思って。はい。でジョー君、まあ、全然日本人です。でも出てきたのね、あのスペイン系だ。ちょっと待って、これは本当のハーフ。これはこれはこれはハーフだ。何どんな言葉喋ったの？俺が静岡人だっけ？もともと取れば静岡人だ。そう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 。それがまあ出会いっすね。ね、そこが。もうそれが2002年。そうね。長いな。そんなまあ僕らのプレゼンをして20年見えてね。どうしても赤レンガのイベントに協力してほしくて流してもらえる映像を使わせてほしいって、うんうんうん、そうでしたね。で僕らはまあそこだけでも許しを得たらよくて、もう最悪 T シャツ1枚ぐらい着させてくれればそれだけもらえればいいかなっていう感覚 で、お前ら何が欲しいのみたいな、どうして欲しいのって言った時に言われて、多分ジョー君が言ったんですよ。そんで結局何が欲しいのみたいな。そうなんですよね。どうして欲しいんだと。そうなんですよ。そんで、まあ、T シャツできたら1枚みんなスタッフがいっぱいいて、まあ、着てた方が絵的にもみたいなこと言ったら、うんうんうん、そしたら多分川村さんとジョー君でポポって話して、うん、なんか裏行って、うん、こう靴持ってきて、うん、そうだったこれなんかね、下展示場みたいなところで会議、そうね、そうね、ショールームというぐらいだと、うんうん、エントランスみたいなところで話をして、うん、2階がショールームがあったんだけど、なんかそこから持ってきたのかね、うんうん、そうですね、これなんかどうみたいなね、そう、何人ぐらいいるの、そう、そう、50人ぐらいいるかな、うん、ちょっと多めに言っといて、はい、50名なんですよ。60名なんですよ。そしたら、セットアップの上も下も靴も、いろんなものを全部揃えてくれた。いや、あの場で渡したのも一部あったかもしれないけど、はい、俺、だ次の日にだって、会社の営業車で、なんか、赤、はい、レンガまで行ったの覚えてる、うん。そうですよ、その大会の前日に。大会の前日にね。そうですね。次の日っていうか、そう大会前日か。設営の日にね。こんなあるよって言って持ってきた時、俺らはもう赤レンガで前日からコート作りを真っ暗闇の中で車のライト照らしながらゴール作ってたら、なぜかね、ジョー君てっきりこっちは商品転用するスーパーマンと思って言ったら、あいつ来てきてーっつって現場監督みたいなおっさんに呼ばれて、ごっつね、あいつちょっと暗くなってきたから、ちょっと車のライト照らしてって、ライト照らして俺も一緒になって、こうなんかバスケットボールを、ね、一緒に作らせ、日本のコーブが合わねえなーなんつってそうですやって、そうです、ね、そんなこともやりましたよ。あの時でも何面も作ったんですよね。何面も作りましたね。4面ですね、あの時ね。だから4機作ったもんね。そう、4機作りましたね。すごいね、4面ですよ、うん、初めて。そんなの、その時、そうですよね、その日も来てくれたんですよね、ジョー君。当日も来ました。当日もね、うん、あれは良かったですか、イメージ的に。いやいや、だから俺もちょっとこう、俺もここだけの話、こう舐められちゃいけないと思ったから、ね、そうだったんですね。まあ、お互いこれあれだよね。まあ、そうだね。まあ、そういう関係あって。ああ、そうなんだ、つって。あ、イベントやんだ。はい、ああ、そうなんだっていうのは覚えてる。で、はい、どっちかと、300インチのモニター、はい、こうバーン映しますよ。うん、ああ、300インチ。エイちゃんがさ、なんかさっきね、2000万人くらいの言ったんですよ。500万人。500万人って言っちゃったから、ね。50万人だから、一桁違う。500万人俺来ねえじゃねえかなと思ったけど。開口祭でね。ジョー君もはーって感じだったから、あ、ちょっと少ねえかって一瞬錯覚した。ちょっとその時計算できなかったからね、人数。でもかなり、かなり、かなり行くんだよね。ですごい天気も良くて、ほんと300インチなんですよ。その時、その頃なんか、今でこそさっき話したけど、うん、テレビが50インチとか、はいはいはい、その頃ないからね、そのテレビね。うん、そうですね。だいたいインチでわかんの、自転車のタイヤが26インチだぐらいしか、わってなかったから。それだろ、それをね、重ねて、重ねて。俺300インチ10倍、大したことねえだろ。だってトラックですよね、10トンかなんかの。でかいトラックがさ、しかもさ、荷台がさ、上がったよね、上にね。で、ビジョン積んでて、ものすごいビジョンでさ、流されちゃって、あんまり近くで見てよくわかんないドットが見えちゃうみたいな。確かに。あれすごかったね。ね、まあ、あれっきり見たことがないけど、そうですね。それぐらいすごいやつをね、うん、でそこでバーンミックステープ、うん。でもそれこそその当時まだ、さっき、えちゃん DVD って言ったけど、うん、VHS だからね。そう、VHS だ。VHS そうね。時代がわかるね。あんな番組。
そうそうそう、VHS ですよ。VHS、それこそその VHS もあまり日本にまだ入ってきてなくて、はい、アンドワミックステープツアーっていう VHS もアメリカのそれこそプロモーションで使ってたやつを、なんか、ね、持ってたんでしょう、うん、そうですね。俺らも持ってないようなビデオを持っていて、うん、そうそうそう、その。クラブでね、そうですね。そうですね。まあ、それが最初に。まあ最初っすね。出会いがありまして。うん、まあそれから、腐れ縁が続いてます。腐れ続いてますね。続いてます。で、2002年にそれがあって、はい、この店が開くのはでも2006年。だから少しその4年ぐらいその間と、はいはい。まあでもその4年の間がやっぱ濃かったんですよね。いろいろあったら。よね、まあ言ったら皆さん、ミックステップツアーを持ってきた人ですからね。うん、言ったらね、まあ、ちょっと軽く手土産とか言って軽く手土産持って帰ったら行ってくれ、ね、日本のストリートボール会にやっては、まあ、そんな簡単じゃないな、だからいろいろ皆さんのね、本当の周りの皆さんのご支援、ご苦労、ミックステープとは何ぞやってとこからで、僕らも分かんなかったから始まったから、でもミックステープ2004年にやるんだけど、その前にもなんかあの、はい、ビッグサイトで何かやったりだとか、はい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 、そうですね、いろいろやりました、イベントいろいろあったよね、イベントが その頃はね、うん、だから僕ら出るたんびにジョブにお願いして、うん、僕ら出るんで何かあの着させてもらえませんか、着させてもらえませんか、いいよでもあれですよ、僕あの時言われてちょっと感動したのが、ジョブ君が言ってくれた、覚えてるか分かんないですけど、僕らあの赤レンガをやって、で、その時に多分その半年後か1年ぐらいかなんかにジョー君のから、うん、いやなんかあのイベント以降さ、横浜近辺でアンドアンのものがすげえな、すげえ売れてんだよみたいなことを言ってくれて、あ、ちょっと俺のリアクション覚えてない、ちょっと覚えてない覚えてない覚えてないちょっとごめんなさい、横浜地区でのアンドアンの人気がすごい上がってくるのかな、あ、俺ら効果あったんだなっていうのはちょっと嬉しかったんですけどね。いやでもやっぱなんつうの、アンドアンってブランドをやり始めて、すごいバスケ、まあその靴屋さんだったから、もともとが靴屋で売ろうってことを考えていたけども、実はそうじゃなくて、ちゃんとスポーツ屋さんに向けてアンドアンって靴を売っていけば、そのバスケットボールやってる子たちはそこにすごくたくさんいて、でそもそもアンドアンってブランドが1993年にできたブランドなんだけど、その頃の彼らはやっぱアンチナイキだったわけですよ。で、自分たち最初なんか T シャツからみたいな、そう、4人、そう、4人の大学生の卒業論文から始まってるブランドだったから、でもみんなバスケ大好き、アメリカ人当然バスケ大好きなんだけど、でもみんなが着てるようなナイキだとかアディダスのウェアは着たくねえと、自分たちが自由にこう表現できるウェアが欲しいって言って始まったのが、そのアンドワンの T シャツが始まって、それがその後のトラッシュトーク T シャツっていうやつ、お前のディフェンスは穴ぼこだらけだなとかっていうことが英語でこう書いてある T シャツなんだけど、まあ、そういうことがあって始まっていったから、やっぱ日本にもなんだろう、そのバスケットをすごく愛してる人たちがすごくいっぱいいて、やっぱまあ当然ナイキっていうのがすごくトップ のブランドであるわけだけど、それじゃなくて人と違うものが欲しいだとか、人と違うものを、まあ、そこにハマったよね、そうですね、そういう思いがやっぱ日本の子たちにもすごく、まあ、そのマーケットで言ったらそんなに大きくはなかったけども、そういう子たちがいて、そういう子たちがやっぱりすごくアンドワンを支持してくれる、そういうお店もそうだし、そういうプレイヤーもそうだしっていうのがあって、そういう子たちから支えられて、なんとかこう商売に成り立ってたっていうところだよね。だから本当流行り物のバッシュが流行ってたからとかそういうことじゃなくて、完全にもう競技用ね、やっぱ黒人アンドワンってブランドで行くと、やっぱそのミックステープのイメージもあったし、ヒップホップってそのファッションのイメージもあったから、一時期のその流行り物のファッションブランド的な要素なんじゃないのっていうふうに思われることもあったけども、まあそうじゃないんですよっていうことをいっぱいお店の人たちにもいろいろ説明、それこそギャラリーさんだったり、大阪の京とか、ビーボールさんだったりとかっていろんなところに。最初その2つぐらい。ビーボール、でもまあ、さっきのエビスのステージとかもあったし、でもその辺が大きかったかな、スポーター、大阪スポーターとかね、そういうところにこういろいろ話をして、ね、やっぱなかなかあれですよ、でも初めはね、こんだけもう、当時はやっぱなんか、やっぱナイキも強かったけど、やっぱ学生はアシックスだったよね。そうですね。そうですね。確かに。もう本気ならアシックス。ゲルバーストとかっていうやつが結構、売れてる。ゲルバーストがもう、毎年ゲルバーストの新型が出ちゃうもんだから、で、圧倒的にやっぱ日本のバッシュとアメリカのバッシュと違うのは、アメリカ人はやっぱ体もでかいし足の力もあるから、あんまりそのクッションをね、はいはいはい、
すごく大事にするっていう、膝やられちゃうからクッション重視、うん、でも日本の学生はグリップ重視、その頃で軽くてグリップ力がある、はい、アメリカ人は多少靴重くてもそれでもクッショニングがあった方がいい、クッショニングがあった方がっていうのは、他の、ね、人んちのメーカーだからあれだけど、ショックスってバッシュが大切でしたけど、はい、あんまり日本ではそう売れなかったっていうか、うんうんうん、メジャーな競技用としてはメジャーなんだけど、ね、やっぱそれはその選手の体格だったり日本人の脚力がなかったりっていうところなのかなっていうふうに後で思ったけども、体の作りがそうです、ね、なかなかとは言ってもやっぱりお店行ったらアシックスのメーカーって、ね、ナイキがあって、そこにじゃあアンドワンどうですかって思っててもなかなか入んなかったけど、やっぱりタイチって靴が、当時そう2000年の NBA のダンクコンテストでビンス・カーターがね、履いて、あれは衝撃的でしたね。でもビンス・カーターはその当時は実はプーマと契約をしていて、ビンス・カーター新人で大型新人だっつって家に入ってきて、プーマと契約をして、ビンサニティっていうプーマのシグネチャーモデルまで用意されてたんだけど、まあ、随分履き心地が悪かったらしいんですよ。なので、ビンス・カーターとしては、いろんなメーカーのブランド、ナイキじゃない、プーマと契約があったにもかかわらず、いろんなメーカーの靴を履いていて、やってたんだけど、たまたまっていうか、たまたまっていうか、そのフレンドシップの関係で、お友達関係で、アンドワンの人間も、バスケつながりで、ビンスに靴を作ってあげて、ちゃんと15番って番号書いてたから、それを作ってあげて、でそれを履いてダンクコンテストでこうやって優勝しちゃって、でそれがもうね、みんなポスターになったみたいな、ね、世界規模で、あれは衝撃でしたもんね。いいプロモーションになって、で僕らそれが2000年のオールスター、そうね、で僕らアンドワン始めたのが2000年の暮れから12月から始めてるから、どうもアメリカで、2000年その頃からいろいろ調査をしていて、アメリカですごい売れてるブランドがあるよと。でもなんかフットロッカー、それこそアメリカのフットロッカーに行って もう売れすぎちゃって商品がねえと、はい、でアメリカに見に行っても実物を見れなかった、でそれで、うちの女子とかもそれで、でもなんかやろうと思ってこようっつってやりだしたのがアンドワンだったんですけどね。なるほど、だから2004ですよ。2004です。ミックステープが最初に来たのが、2004年ね、はい、ミックステープを日本でやりたいなっていう気持ちはあった。はい、ね、当時アメリカだと2000年ぐらいから始まってたのかな。で当時 ESPN っていう放送局がずっとそれをドキュメンタリーみたいな、アメリカのね ESPN がドキュメンタリーで追っかけていて、そういうのでこうビデオで見てたので、日本でもこういうことやりたいなって思うようになってきてて、で ESPN の日本の放送局がその当時はスカパーの中、あれスカパー、スカパー当時はまだ BS のそんなあれじゃなかった、スカパーの中のチャンネルでスポーツアイ ESPN のレッサー、スポーツ日本の ESPN やってるのがいて、そこには田島っていうね TJ ね、TJ がすごい熱い男で、これもいいやネタとして面白い、はい、でその当時お取引先様でプレイヤーズってね、渋谷にあった伝説のそのケンゴの店があって、そこでもアンドワンを置いてもらっていて、なんかやりたいよね、やっぱ呼ぼうよって話になって、でプロジェクトチームみたいな形で立ち上がって、2004年にその TJ 含め、その当時の広告代理店の人間も含め、でケンゴも含め、みんなでアメリカに視察に、フィラデルフィアへ行って、その試合をみんなで生で見たり、でアンドワンの社長のうちでバーベキューパーティーやったりとかね、すごいそれはそれでいい思い出なんだけど、なんとかこれを日本でやりたいなって言って、当時の代理店さんにいろいろ動いてもらってやったというところで、なんとか日本で開催する。で、あれですよ、どこでやろうと、バスケットだったら代々木とかなんだけど、でも大きいことやるのにどこがいいかなって話で、有明コロシアね、バスケのイベントをやったことない、もともと有明コロシアムっていうのはいわゆるテニスコート ね, テ ニ, ねテニスのねコートだったんだけど、東京都がその上にテニスだけじゃなかなか稼働率が低いから床を買ったんですよ。テニスの上に引くウッドコートをね、ハードウッドかを買って、あれがバーって並べられるっていうのをどっかから聞きつけてきて、じゃあ有明でやるべと、そうなんだ。
でやるんだったら、あの有明の外、今はどうなってるんですかね、有明の湾岸側の駐車場っていう広場があって、あれって有明ってあの屋根がテニス用に開くんだよね、うん、で屋根がこうぐーっと開いた時の屋根を置いとくスペースっていうとおかしいけど、うん、そこのスペースが収納っていうことでもね、屋根がこうずれて動いた時のそのスペースっていうことでその空間があったらしいんだけど、消防法では今はそこはもうあの使っちゃダメだっていうことになってる、なんだけど、その時はなんかうまいことをまだその話になる前で広場使えると、はい、じゃあそこでオープンランやろうよ、うん、オープンランツは向こうでもうやってた、やってたやってた、やってた、オープンラン、なんだろうね、それもすごいなと思ったのは、その試合の日の夜、あ、試合が夜あるんだけど、その試合の昼間にそのオープンランっていうところでコート、オープンコート作って、はい、要はアンドワンに挑戦したやつら、はい、来いよと、でそこでアンドワンのプレイヤーたちが見て面白そうなやつがいたらピックして夜の試合に出してやるっていうのがオープンランだったから、そのシステムはちょっとやっぱ取り入れたいっていうことで、でやり出して、そこをうちらに任せてくれたんですね。そうですね。ただいきなり5人そこで集めてもチームにならねえと、まあその時に月刊バスケットボール、違うフープか、フープっていう雑誌、まあ今月刊バスケットボールの中に入っちゃったけど、当時はフープっていう NBA 系のその雑誌があって、そこの編集長で山本さんっていうのがいて、山本さんともいろいろ話をしたりして、でもいきなりそこで5人鉄人がね、達人じゃない、達人28号だって言われちゃうのね、いきなりチームをねそこでピックするのは難しいんじゃねえかと、試合にならねえと、うん、でだって当時はまだ BJ リーグも立ち上がってません、ね、うん、日本のトップリーグって言ったら、昔の JBL、うん、いわゆる実業団チームの時の話だったから、うん、そこの選手もなかなか、まあ、いわゆる会社員だから出てくるんじゃねえかと、うん、でいうことで、その1個下ぐらいの人たちだったかな、うん、の人たちに声をかけてもらって、母体となるチームを、うん、その山本さんの声掛けで作ってもらって、うんうんうん、じゃあそこに1人だったかな、その当日オープンランで選んだ子を入れてあげようよということで、はいはい、オープンランっていうのを、まあ、開催して、今ちょうどこのねモニターに出てるけども、だから広いから、でもスペースが5対5はそこでキックしようよ、うん、で3×3 のコートも作ろうよ、もういろいろ、もうあれもやりたいこれもやりたいがもういっぱい出てきて、詰め込みましたもんね、詰め込んだ、で今度 1on1 もじゃあやりたいよねって話になって、 1on1 のコートはヒデがやったのかな、うん、でコートいっぱい作ってね、でみんなで、チケットもちろんその有料のイベントだったんだけど、チケット持ってなくてもボールパークみたいな形で、うんうんうん、昼間そこに遊びに来ればバスケにこう触れられるし、もしかしたらアンドワンの選手たちもそこに行くかもしんないよみたいな感じで、うんうん、いうのを作ってね、やりました。ラッピングバスね、ラッピングバスね、やっぱなんかその当時ちょっとここにあるけど、うんうん、アメリカは大陸だから、その選手たちが移動するのにこのバスを、あの時何台やったのかな、8台ぐらい全部であったのかな、アメリカのサイズね、のバスを作って、それを連ねてこう、アメリカ全米をこう、ツアーするっていうのが、ミックステープツアーの、すごい、そうですね。象徴的な、あれだったよね。その番組の中でも結構その、そう英語と使われてましたね、バスの中での会話とか。バスの中がさ、会話というか、日本のバスじゃ、というか、今でもあれだけど、考えられないけど、この当時アメリカのバスは全部中がベッドルームかなっていて、このでかいバスの中に、アメリカのでかいサイズのフルサイズのバスの中に8人だったかな、確か2段ベッドが4つあって、1234だって、一番後ろがこうラウンジみたくなっていて、そこにまあ当時で4台とか必要だった、ね、そう人数的に。で、そこに、後ろのラウンジの席にはプレイステーションがバーンってインサートしてあって、うん、みんなその当時はバスケゲームとかをこう、やれるっていうような感じになっていて。馬とかいたんですか？そうですね。馬、バンリー。プロフェッサーも来たの、真ん中のプロフェッサーも来たの猿だよね、これ。まあ、18歳ぐらいなんですね。18歳これ。そうですね。いや、で、それで、これは象徴的だから日本でも作りたいって言って、うん、で、日本の、バスを全部、まあさすがにベッドまでは作れなかったけども、まあ、バスを借りて全部ラッピングをしてっていうのをね、
やったのを覚えてますよね。あれはすごくインパクトあって、ね、あれはもう入ってきた瞬間のもう周りのおーっていう、うんうんうん、中に選手いるみたいなね。そう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 。でそれをね、そう、有明の本当は駐車場はまた別の方にあるんだけど、うん、まあそのオープンのコートの方にバスを止めておくと、うん、やっぱみんなここで写真撮ったりとか、うん、まあすごく良かったですよね、うん、あれはね。で僕オープンランのその大太鼓の方をやってたんですけど、その選手たちもやっぱり来て覗きに来てくれて、で中には混じってくれたりとかしてて、うん、そうね、そう、やっぱその環境を目の前にして、あーすげえことをこれはやってるんだなっていうか、そうね、だからバスケットをこう声を出してみるっていうのは日本の文化にはまだなかったんで、来た時にみんなのこう煽りやら、その凄さを初めて日本で体感できた時に、いやすごいな。ヘリコプターが、ね、初めてなんだろう。それこそプロフェッサーもヘリコプターもスパイダーも、2003年のアンドワーミックステープツアー、本国のミックステープツアーで、うん、結局最後までセレクションで残って、あ、そうなんだ。その時素人として出てきて、ね、で初めてアンドワンの契約選手になったのが2004年で、それで初めて海外にも連れてきたっていうので、彼らはすごくテンションが、あとファーマシストね、はい、まあ、だってヘリポに関しては後に BJ で ね、うん、まあ、ちょうどだからこれがやった次の年が2005年で、2005年にはもう BJ リーグのプレリーグみたいなのが始まる、っていう形で、うん、まあ、BJ リーグでもそのヘリは東京アパッチか当時の ね、うん、そうですね、入るってことが決まっていて、でも両国、まあ、2005年ってあのミックステープツアーを両国国技館でやるんだけど、そこで本人、ヘリコプター本人は出たい、ミックステープツアーに出たい、でも東京アパッチはもうその秋から始まるシーズンでプロリーグが始まるから、こんなとこで怪我されちゃう、まあそうですよね、大金払ってるのに困る、うん、当時の中でアパッチの社長とも最後までずっとこう、ギリギリまでヘリコプターを出場させていいかどうかっていう話になって、すごいよねこのね、横綱の歴代横綱の写真があるところで、トイレ広かったもんね、トイレで便器がでかかったよね、便器がでかかった、すげえ覚えてる、初めてだったわ、ジャグジーかと思った部屋も広いんだけど、本当俺思ったけど、あのさ、便器の夕方がさ、そう、ケツが乗るとこがでかいのね、座面が、座面、座面座面と違うの、座面っていうのかな、分かんないけど、便座、便座、便座座面だよ、座面、便座、便座、英語かなと思ったでかかった、でかかった覚えあります、そうですよ、2004年有明で9000、あ、そう、約1万人ぐらいなんか人が入るって言ってたんだけど、うん、はい、有明最終的にまあ9000人ぐらいの、あの人数が入って、あらまあということになって、あの時叩かれたもんね、チームス、そうね、まずチームス叩かれたんですよ、うん、あれでしょ、あのショーケースでしょ、叩かれたのに、そう、騒ぎっす、でもすごいよね、でもそう思ったらさ、あの時何、あのそのショーケースっていわゆるそのバスケの試合の前、前、まあ、前座って言ったら失礼だけど、うん、そのアメリカもやっぱりバスケの試合の前にそのアーティストが来て、うん、ライブをやって、はい、でその後バスケっていうゲームが、まあそれも取り入れたいって言って、いやその時に頼んだのがジブラさんですよね、そうですね、はい、ジブラさんと、あとボーイケン、ボーイケン、そうなんです、レゲエでしょ、そうです、僕大好きでしたね、で、はい、そのレゲエダンサーが、あれまたそれ騙されちゃったっていうかさ、まさか僕らもよくわからないからさ、リハ投資でリハをやったわけですよ、はい、でも持ち時間10分ですよと、はい、いうのにさ、そのボーイケンさん、リハの時はちゃんときっちり10分で終わったのにさ、うん、本番になっちゃったらさ、30分ぐらいですかね。やってましたよね。やってた。で、リハの時にはいなかったさ、ものすごいダンサーたちが出てきちゃってさ、はい、もう見てもいられないような。教育上ね、子供たちがいる。俺らそれはもうテンションぶち上がりましたけど。で、そのうちアンドワンのアメリカから来てるさ、そのスタッフから、選手は喜んでた、はい。選手たちはすごい喜んでたんだけど、いわゆるそのマネジメント側の人間からも引っ張る、はい、なんだ、レゲエダンサーなんだと。時間にすげえ厳しかったですよね。時間に厳しかったし、あと、その、ムチムチのね、もう、ほんと、まあ、言っちゃうとティーバッグみたいな、そうですね、パンツ一丁で、腰を振って踊ってるダンサーがいたわけですよ、女の子とかで何人か。まあ、あれはなんだっていう話になって、すぐやめさせろとか言われたりとか。
なかなかそれもできなくて、で結局ダラ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 30分ぐらいで、いつ試合始まるんだこれ俺ら上がってたけどね、選手打ち上がったらもう超えた。そのチーム S がね、もう当時2ちゃんでさ、さあ2チャンネルですね、とプレイヤーズの掲示板で ね、戦ったんですよ。チーム S のせいで、そうなんですよ、いいじゃん。俺が謝るから、今度代々木に行くから、じゃあ直接謝るから、そう家を教えてくれとか、ストーカーだったら、だからそこに来てくれって言ったら、来なかったです。誰も来ない。そりゃそうだな。まあ、もうある意味、ひがみ的なところもあるし、まあね、確かに、まあ僕らはね。まあ楽しかったね。それ言っちゃいけないから、ね。それ言っちゃいけないけど。そうそうそう。だって途中泣いてましたもんね。途中じゃ最後ね。やっぱり2004年の最後、まあ、始まった時もちょっとうるってきちゃったかな。うん、でも一番最後に覚えてるのはほっとしたなと思ったのは、最後にその有明の試合が終わりました。で、その実際そのさっきのこのバスにね、うん、選手たちを全員乗っけて。はい、ホテルに送り出したり、品川のホテルに送り出して、はい、有明のじゃねーって手振った時には、はーってこうなんか疲れたのとあれとね、はい、ちょっとこう、うるっと来ちゃったな、ね、なんか、終わっちゃったなっていう、ちょっと寂しいのとね、あってね。で、俺なんか、ジョー君とね、コートで泣いた覚えがコートで泣いた、コートで寝転んだ覚えがあるよ。泣いたっていうのは聞きましたよ。イベント終わって、だからね、そんな感じみたいな感じがした時に。そう。私生活かな？やめろって。やめろって。泣いたのは。そろそろやめとって。え、最初、有明じゃないですか。うん。次、両国。両国だよね。その後はその後どこ？俺もちょっと記憶、東京体育かな？東大会か。そこから、東西に、そうですね。2回開催になったんですよ。そうですね、まあこのすごい内側的な話だけども、それは、第1回、第2回は、第1回、第2回、第3回目からは、その、動かしてくれる、回してくれる代理店さんが変わっちゃったんですよ、はいはい。変わったっていうか、まあそんなに正直第1回、第2回も儲かんなかったから、赤字でやりまして。で、第3回目からなんとかもう1回。で、その第1回の、イベントを見てくれた人がね、まあかの有名なスーさんがね。我らのスーさんが。昨日ボルグに。いや、言ってんな、これ。いや、でも本当は2005年からスーさんはやらしてくれって話だったの。あ、そうなんですね。もう次の年から。その時のあの部長ね、サムよりもっと上の部長が、お前も冷たい男だなと。第1回で2004年で代理店に大若ぶっこかせてるのに。なるほど。もう取り返させろと。取り返させろと。はい、あ、そうですかと。サム・ジョーじゃないですか。どうなんですか。まあ、その時ね、ゴム会社のね、親会社のところに、こうね、一人ね、部長さんがいたんですよ。はいはいはい。それ英語の名前はついてないですね。英語の名前はついてなかったけど、ATJ っていう人だったんだけどね。まあ、ATJ がいて、ATJ さんが、前も冷たいなと。あ、それでもう一回。でもう一回、リベンジやらせてやれよと。はい、あ、わかったっつって言って、じゃあ、スーさんにもごめんなさいねと。もう一回、2005年は、リベンジで やらせなさいって言うから、って言ってやって。うん、で、2年目、両国国技館では、日産とかがスポンサーで。はいはい、日産だったら、ね、車展示しててさ、それにボールぶつけちゃいけないって。ぶつけちゃいけないって言ったら、結果的にぶつかっちゃったの。何回か。で、まだ新車で、まだそうまだなんていう、いわゆるプロトタイプじゃないけど、なんだろう、まあ、販売する前の車も置いてあったんだけど、そこでボンネットがボーンってへこんじゃって。あれも怒られた。どうしてくれんだって話になっちゃって。まあそんなこともありました、ね。まあでも両国はすごかったですね。両国はね、まあやっぱでも有明があって、うん、やっぱ有明がすごい、さっき9000人入ったんですよ。うん、言っちゃうとね。ぐらいしかなかったね。そのうちの俺らも入ってない。でもとにかくでも、うん、もうチケット売れないんだったら、うん、ガラガラでやるよりタダでもいいから見てもらって、まあ、とにかくバスケが盛り上がるっていうところが、まあ、その後にシューズに反映するそうかね。そのだからそれが何全員アンドワン買ってくれりゃ79000足売れるんだけど、うん、でもそうでもなくやっぱバスケ自体を日本で盛り上げないと、うんうんうちにも回ってこないだろうなっていうのがあったから、自分の考えは素晴らしいですね。とにかくバスケットになんかが盛り上がりそうなことは首を突っ込もうよって、うんうんうん、勝手に思ってました。
でもなかったもんね、うん、あのトロッターズか、あーハーレムグローブ、ハーレムグローブトロッターズぐらいかな、ね、そうですね、うん、確かにそれは日本なんか来てたから、2005年そうですね、うん、その頃ね、2005がだから両国でしょ、うん、2006が東京大会館、東京大会、うん、なんかそっからあのそれまではチーム S は外回りだったんですよ、はい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 、でスーさんとこになってから、うんうん、もう中身がっつりみたいな、うん、なるほど、うん、そうですね、2007年幕張メッセ、幕張イベントホールやったわ、覚えてないな、そうだ、スーさんとこの初めては幕張だったんだ、3年4年目ってことですね、それがあれだ、フジテレビでオープンランやりました、で、あ、そうだ、神戸ワールド記念ホール、東西大会をやりましょうって話になって、はい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 、あの神戸だ、最初、そうだ、大阪で神戸だ、ね、前夜のオープンランですよ、あれ、はい、ビリヤードね、ビリヤード森下とかいたでしょ、森下いた時ね、森いた時で、はい、森が選んでたんですよね、そうね、あのだからここで、まあ、アンドワンだけの話しちゃうと、あのそのいろいろオファーしてくるメンツの中にその森下雄一郎っていうね、はい、まあアンドワンの日本のアンドワンにとってはすごく関わりが深い、彼はアメリカに留学してた時にあのアメリカ本場のアンドワンミックステープツアーに出て何試合かでピックアップをされていて、うん、本番のゲームにも何試合か出てる、うん、で彼がその日本に帰ってきてで自分で今はもうバスケから離れちゃって違うことやってるけども、うん、何かやりたいんだっていうところに、うん、やっぱアンドワン自分はすごくアメリカでアンドワンにすごくあの影響されてっていうかやってきたからアンドワンと一緒にやりたいって言ってくれてで一緒にやろうってことになってで、まあ、日本でやるミックステップツアーにも彼を出そうってことになってで彼をだんだんフューチャーしていくようになるんだけども、うん、そうだねそれが2006年から6年2006から森が一緒に入ってきて神戸でやる、ね、オープンランのジャッジとかも森が、ね、そうだね、そうだね、はい、そう、ね、オープンランを事前にやったのかね、だからその日じゃなくて前の日にやったのかな、あそうだね、フジテレビの1階のイベント広場でね、ありましたね、風が吹いてね、ボールが動いちゃうんでね、ほんとね、流されちゃうみたいな、難しいね、お台場でやったね、まあ、フジテレビの前でやっちゃうっていうところ自体が、まあ、さすがスーさんってちょっと思ったけどね、ラクーアね、ラクーアでもやりましたね、そう、で、2007年になると、今度、ま、あ、ごめん、2004有明、2005、うん両国で2006がその東京体育館と神戸ワールド記念ホール、うん、で2007が幕張メッセだ、はいはいはい、で2007の幕張やるにあたっては、あれだね、東京ドームのラクーア、はい、でオープンランをやったと、ね、やったね、すごいな、そうだズームインやさなんつうのいつも出してこれズームあそうか2007年そうズームイン朝ズームイン朝この時は、うん朝の4時ぐらいから日テレに行ってさもうさ何ってその時が事前にトニーちゃんじゃねえんだからねトニーって言ってもあれだけどゴーゲットイットあーゴーゲットイットゴーゲットね、うん、シルク、うんはいを、そのプロモーションとして事前に2人を日本に呼んで番組のそのお天気予報かなんかの時に一発ダンクさせてイベントをプロモーションしましょうっていうのがだズームイン朝だからね朝の6時半だか7時ぐらいからやってっから入りが4時ぐらいなわけですよ4時からこうグワーって入ってもうなんかこの黒人2人滑って、はいはい、でもう一人ビッグベイビーっていうその、ね、いましたねボディーガードがいて、はい、そいつら3人連れて日テレに行ってね、そんなこともやりましたね、うん、だから僕はだからこの時にちょっと面白かったのがやっぱその日本でやっぱストリートボールとしてそんでなおかつプロに上がった BJ の青木浩平対森下雄一郎のバチバチ感が あれ面白かったねあれが面白かった僕もバックヤードでずっと見てて2人ともマジでぶつかり合ってたんでだからあれはやっぱりちょっと衝撃というか、うん、ここで交わったかっていうのが、うんあれはすごい、まあ、お互いはその存在的なものは知ってたんだろうけどそうですねなかなかやっぱ認めない者同士というか森は、まあね、日本のプロに一切興味ない学校はまあ ね、うん、日本のプロに興味なかったけどプロに上がってって、うん、でそのねいざそっちで戦うってことになった時のあのマッチアップはやっぱり見てて一番ヒリヒリしたというか、うん、なるほど懐かしいでそれが2007年7年
で、今度2008年、天ヶ崎ね、はいはい、天ヶ崎と2008だからもう、全国行きましたよね。これ全国オープンラン、全国そうですね、おー、行ったね。札幌、沖縄、7大都市、大阪、福岡、東京、仙台、名古屋、7名古屋、なんつーなんかいやもうこれは言えないですね。夜のオープンラは言えるの。いやでもすごかったね。すごかった。あのそのだから本番の試合の、まあ、でも要はだからオープンランを東京と大阪でしかやれないのはずるいっていうわけじゃないけど、もっとだから全国の人に参加してほしいよねっていうことがあって、じゃあもう全国縦断でオープンランやろうぜ、そのセレクションやろうぜっていう。すげえ企画だよね。すごいね。札幌、仙台、東京、はい、まあ、さっき言ったけど名古屋、大阪、福岡、はい、大阪、あ、大阪、福岡、仙台、福岡、すごいね。そうですね。結構これハードスケジュール、ね、これはいや、ハードでしたね。ハードだったけど、ただその各土地のボーラーたちとつながりをすごい持てた。6月14日から8月23日、はいはいはい、約2ヶ月間で僕は多分30万ぐらい使いましたね。仕事行ってて、多分仕事にマイナスするって、合わねえな、合わねえ、全然合わないんだ、行っちゃう金使っちゃう、飯食っちゃう金使っちゃう、だって修二がこのために1年間金食べそうこれ毎年やりますか、すごいね、これすごいですね。でもこれは本当にだから本当にいろんな土地のボーラーたちと本当にこれきっかけで、まあユーロとかね、福岡のユーロとかとこれきっかけで、あ、そうそう、まあ、言い忘れたけど、その2004年の、はい、その、はい、あのあれですよ、有明の時のその前座の中の1個前座というその証券ボーラー、サムライボーラーですね、もやつね、なるほど、でもそれもやってっから長いんだ前座。やってましたね。じゃあ各土地の全然各土地の有名な、例えば僕ら横浜でチームエースみたいな感じで、各土地のストリートボールクルーにオファーをかけてって、ちょっとその辺のスタッフ集めてとか、これらが回しながらやって、そういうネットワークで言ったらすごいよな。そうですね、大阪行ったらなんか NKS っていう人がね、年上がいたりとか、年上があるとか、その辺がね、やってくれたりね、うん、すごい。まあ、だからアントランなかったらこんなに全国的に繋がってないよね。そうですね、今はだからボーラーたちなんだかんだ繋がってるのはそういうきっかけで、すごいね、があったと思いますね。それで2009がファイナルですよ、これ2009がファイナルだ。そうですね、そうか、ファイナル、これは森がファイナル、いや、森はどこ、アメリカも、いや、ファイナルよ。モリもファイナル。アンドワンのチームがなくなるみたいな、ね、そうだね。アンドワンもだからアメリカで、やっぱなんでしょうね、アメリカの話をしちゃうと、アンドワンもすごく絶頂だったのは実は2006年ぐらいまでで、で、アンドワンで、その、もともと始めたやつら4人のね、その創業者っていうやつらが大学の時のその、あの、卒業論文で作ってたんだけど、やっぱ一番すごく絶好調の時にアメリカ人らしい考えだよね。やっぱ売っちゃうんだよね、会社をね。一番株が高い時に売っちゃう。それで、今彼らはもう何をしてるかというと、バスケとはもう全然関係ないこと、慈善事業みたいなことをこうやってるんだけども、で、そうするとやっぱそこの売り上げだけっていうか、その盛り上がりだけを見て買う企業があって、なんかアンドワンってブランドすげえ売れてるし、なんかやるとこう儲かるらしいぞっつって買うんだけど、そうすると蓋を開けてみると、なんかすげえ経費がかかってるブランドなんだ、ミックステープツアーってなんだこれやんと。っていうことになって、それやめてっちゃうんだよな。ね、だから日本もそれに応じてのプロフェッサーとかその、ホットソースだとか、うん、あの AO だとかの契約も終わっていっちゃうので、うん、その選手たちが、あのいなくなっちゃう、うん、で、まあ、後に彼らはいろいろなことをやってそのボールアップっていう最終的にそういうところに行くんだけども、でじゃあ日本もこれ最後だと、うん、でミックステップツアーファイナルとしてやって、これはどこでジャパンファイナルが2009年8月18日第2弾ね。そうですね、大阪が尼崎市記念公園総合体育館で、はいはいはい、森ですね、で、オープンが MKS やってますね、はいはい、で、で東京が国立第二体育館で、僕らが新横浜公園、そうなんです、新横浜でやった広場、うん、今までこそね、はい、うん、そうですね、もう出来立ての頃ね、あ、出来立てだったんだ、出来立てあの頃は、でチーム戦を、チーム戦でオープンやっぱり、この時のチームはどこだったんですか、
もちろんあの人も出てたかな。出てた出てた。でも負けた負けた負けた。プロライン勝ったのはプロライン、名古屋のプロライン、あの黒人のマッチュな、そう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 、あのアフロの三井だけ、ちっちゃい子、ちっちゃい子、あいましたね、三井、ありましたね、あの、なんだっけな、ロッ今アメリカ行っちゃってる、ロッ今アメリカ行っちゃってる、あと夏って選手います、夏いますよね、うんね、いました、そうっちゃってる、そう、いましたね、名古屋のね、うん、あとデストロイヤーとかいました、デストロイヤーって言われるちょっと名前のいい、あのあいついたかな、いなかったか、なんかあの辺名古屋のチームいましたね、もうね、オープンラン常連だったよね、そうですね、デストロイヤーとかね、確かに毎回出てきてますもんね、そうか、新横浜、そんでそこでサムシ負けたんですよね、負けた、ああ、ファイナル負けた、出るだろう、それで本戦代々木体育館でね、代々木はだから初めてやったのね、うん、ミックステーブツアーとしては、ね、初めてね、第二、さっき言ってたけど、そのバスケの聖地である代々木第二体育館でミックステーブツアーファイナルで、相手はさっきのボールアップ、ね、2009年ってボーンコレクターって言います、ボーンコレクターがいたかね、だからもう2009年はミックステーブツアーファイナルとは言ってるものの、アメリカ自体はもう終わっていて、アンドワンがいろいろ うよ曲折して、最終的に、ボールアップっていうチームになるわけですね、ボールアップっていうそのデミトリアスっていうやつが、はい、こういうスピンオフ者っていうか、そのキャリアストリートボール、あの NBA に行けなかったやつらだったり、 NBA から引退したやつらをなんとかこうもう一回こう、はいはい、セカンドキャリアじゃないけど、使うことがないかっていうので、ミックステープには注目してたんだけど、それが終わっちゃったから、自分でなんとか作った場所を提供してあげようっていうのがボールアップの場所だったんで、ボールアップっていう名前でやりだして、チームボールアップとして日本に呼んで、うん、やった時にボーンコレクターがいたと。がいた。うん。それが最初だ。そうだね。衝撃的だった。ミックステープはファイナルでね、はい、呼んだと。エスカレードが来たんだね、その時にね。エスカレード。今じゃもう、ね、そうだ。そうですね。ちょっとそうですね。エスカレードのね、ユニフォームが、ちょっとサイズがなくて、ね。合わなくて。何 L なんですか、エスカレード。8L ぐらい。8XL みたいな感じのやつで。8XL? そんな、ないじゃないその企画がさ。うん、私はもう手作りなわけですよ。でも意外とアメリカに行くと 6XL ぐらいまでは普通にあったりするんだけど、8XL がなくて、でもこっちも行けないんだけど、まあ、あいつ持ってくんだろう、ユニフォーム揃わなくても彼だけは特別に自分でね、うん、なんか持ってくんだろうと思ったら、そのデミトリアスがなんで用意してねえんだってもう怒っちゃって、すいませんえ、結局 T シャツ着てやってましたっけ、結局そう、あの自分でもエスカレードはいいやつだから、デミトリアスは怒ってたけど、はい、エスカレードは自分でちゃんとあの自分 の,、うん、あの T シャツとか持ってきていて、でそれでやってくれて、それでボールアップの赤い T シャツで、そう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 、でそういうのでやってくれて、まあ良かったねってなるんだけど、うん、もう本当に両国のあの何のキングドあのあお相撲さんがあの御用達のあの、うん、お洋服屋さんがあって、そう言ったんだけど、さすがになくて、うん、ことを思い出したね、なんかね、そんなことがあった。ここまでにね、今そのまあレジェンドとかいろいろサブシとか出てたメンバー結構こうチャレンジしてますよね、うん、本当に2009年だと、もう何レジェンドとか始まっているよ、もう2005年から、ね、あでも、うん、クロスオーバーってダブってるね、その辺出て最初だから、あれですよね、まあ、タナとかがまだファーイーストボーラーズにいた時は、うんうん、まあ、ナイキともファーイーストボーラーズ契約しているものの、うんうんうん、そのアンドワンのイベントに出たくてしょうがなくて、うん、っていうのを乗り越えて出てきたとかっていうのもありましたよね、うん、楽しかったですね、それ2009ですね、でね、もうね、あの名残惜しくもミックステープツアーは2009年のファイナルを持って、そうですね、終わりまして、まあそれで終わるじゃないですか、終わりました、ファイナルで、ね、よかったね、シャンシャンシャンと涙で終わる、涙のミックステープツアー、変わらず、はい、次の翌年は、翌年はこれがですね、まさかね、僕らもね、ミックステープツアーファイナル、はい、何かでも違うことは、日本独自のコンテンツを何かやりたいなっていう気持ちはあったけど、何をしていいか分かんなのあったけど、でもミックステープツアーのあの余韻はちょっと引っ張りたいなっていうのがあって、でそこでやっぱ B1 プロデューサースーさんが、アメリカのカタログを、アンドワンのカタログを見てた時に、たまたま、その当時はアンドワンのその契約選手として、
ボンコレクターなんだっけど、あの、ごめんなさい、名前忘れちゃった。スティーブンソン。ランス・スティーブンソン。はいはい、ランスね。ランス・スティーブンソンっていう選手を契約でこうフューチャーしていて、で、何かそこのキャッチコピーみたいな形で、ストリート・トゥ・エリートっていう。だ要はストリートからそのエリートっていうところっていう、まあ、あの、その言葉そのままなんだけど、あの、這い上がっていくみたいな言葉があって、そこにスーさんはすごく、あの、いいじゃん。共感して、もうイベントのタイトルこれでいいんじゃねって話になって、で、ストリート・トゥ・エリートっていうタイトルになって、2010年、ね、そうですね。に復活するわけですよ。それが大阪と有明との試合。やりました、はい。両方、これがサブシティっていうね。そうですね。サブシティ、東京が、言ったじゃん、その時。そうか、そうそう。はい、はい、わかりました。そう、サブシティ東京が、そうですね、両方行ってる。オープナーに勝って、そう。そうです。僕、これ、カツ入れましたよ。サムシティメンバーに手紙を書いて、みんなに手紙を送って。ああ、そうなんです。お前ら、こんないい舞台を、他の人にやらしてどうすんだと、うん、せっかくサムシティに出て。予選の時ね、オープンランド。そうです。その時に、お前ら絶対これ勝たないと、お前ら出すためにみんな動いてるに近いんだぞって言って、お前ら先頃頑張って仕事やらなんやらして、もうそのために仕事してて、こう、いろんな犠牲して仕事する時間も削って練習してるにもかかわらず、こういう、それを今出さないでどうすんだと、うん。これが後に自分たちが子供ができた時に、俺はこんな人たちと戦ってたんだぞ。ロドマンと戦ってたんだぞっていう映像を残すのは、これ勝たないと意味ないんだぞ、うん。日頃の頑張りはここで出せって言って、僕はみんなに手紙を書いて、うん、したら勝ってくれたんですよ。これ豊洲でやってる。豊洲でやってるんですね。ああ、豊洲でやったね。ほんで、まあ、まんまと勝ち上がってくれて。はい。ほんで、まあね、ここ、だから、大阪、東京と、サムシティは。あの、僕はもう一番会いたい人ではあった、ロードマン。自分で T シャツとか作っちゃいまってましたからね。これはもう、刺繍。これもまたひどいのはさ、2009年にさ、ミックステープツアーファイナルだっつってさ、言ってさ、もうないぞ、二度と見えないぞぐらいなさ。俺もこれね、ね、いつも2月か3月に、はい、今年やりますって招集されるじゃないですか。でもファイナル終わっちゃったから、2月ぐらいに電話あったんですよ。スーさんから、やるぞっつって。るのファイナルって言ってファイナルって言ってた気がするんだけどまだやんのと、はい、そうひどいもちろんやりましょうって言ってたけど でロドマンを呼ぶ経緯って何とだからやっぱりその時にスーさん、うん、ね、スーさんその時はプロデューサーですよね、うん、スーさんが、はい、まあ、ミックステップとは違う何かをやっぱ持ってこなきゃいけないっていうことで、うん、まあ誰か一つに一人ね、うん、またコービーとかね、うん、シャックとか呼んだらいいんじゃねえかって、はい、呼べたらいいんじゃねえかって言ったけどなかなか難しいなと、はい、でじゃあロドマンあたりどうだと、うん、はい、ね、たまにこう北朝鮮に行って騒がしてたし話題性はあんじゃねえかということで、あのオファー、まあそれもそれこそボールアップのね、デミトリアスっていうそのコネクションで、彼のコネクションで声かけてもらって、でデニス・ロドマンがね来ましたよ、日本にと。すごくびっくりしました。いやマジで本当にあれは震えたね。あれは本当に大阪、東京って同じね、ツアー一緒に回ったわけじゃん、うんうん、あのロドマンと一緒にツアーを回ってるっていうのが、うんうん、もうちょっと震え上がりましたね。もうこれが死んでもいいかなって思うぐらい。いや思った。いや本当に思った。本当にでもロドマンと一緒に、うん、まあ、仕事って言っていいのか分かんないですけど、一緒にこうイベント成功させるっていうのは。だって終わってからクラブ行ったもんね。そうですね、六本木の。でもこの時にワームもね、日本今釣り場に、ワームが出てたんですよ。初めて出た時、うん、その時に僕が、まあ、前半あんまりみんなロドマンにこう寄りつかなかったんですよ。なんかこうやっぱりオーラというかすごくて、うん、で前半終わってせっかくロドマン来てるんですよ。でワームに僕が、僕日本チームの仕切りをやってたんで、ワームにお前さ、ロドマンワームって名前つけてんだから、まあ、そうだよ、絡まないからね。そうなんです、絡まないと意味ないよって言って、まあ、どうせならやってこいっつってこう鎌かけたんですよ。そしたら後半やってくれたんで、それでまあハイライトになったんで、まあ、それは彼がね、こうもう今のストーリーの中に行くいいきっかけだったんではないかな。有明、これはそうですね、有明、バックという有明ですよね。バックという有明ですね。そういうことね、そういうストーリーになってんだ、結果的に結果的にね。ね、
なるほど。そうだね。で、また通って結構いい試合勝負したね。そうですね、すごい接戦してましたよね、うん、まあそのね、やっぱ向こうムーブはすごかったですけど、うんうん、本当に勝ちに行ってて、ね、で結構バトってましたしね、うん、向こうの選手もこう、そうですね、汚いことしてて、うん、そこまでしなきゃ止めれないってぐらいまで来てたんで、うんうん、そうか、そうですよね、うん、MVP になったのが田中さん、田中さん、その MVP の商品が、プライズがそう、LA ですよ。LA に、オールスター現場に連れて、まあ、オールスター、実はだから LA オールスターっていうのは後からくっついてきて、はい、アメリカにご招待っていう、はい、あの、LA にご招待っていうのが一応プライズであったんで、ね、そういうことだった、ね。で、それをいろいろアンドワンにも話もした、でも対戦した相手はボールアップだった。うんうんうん、で、いや、現場の、その現場っていうか、その現地のアメリカのそのストリートボールっていうところの現場に連れてってあげようよっていう形でやったんだけど、うんうん、実はアンドワンがっていうか、たまたま行くタイミングが良かったんだろうね。だから、あの、NBA のオールスターゲームが LA で開催されるタイミングで。アンドワンの VIP ルール。そう。で、アンドワンも、まあ、当時 NBA の選手に商品も提供していたし、その当時その、もともとフィラデルフィアで始まったアンドワンだったんだけど、うん、その後買収した会社が LA の会社で、うん、LA で開催する、その、なんだ、オールスターに、しっかりあのボックスシートを持っていて、うん、VIP ルームみたいなところをね、はいはい、持っていて、そこに、よ、入れてやるよって話になって。うん、チケット2枚ね。チケットは、まあ、2枚じゃない。何枚かあったんですよ。何枚かあったんですよ。6枚か7枚ぐらいあったんですよ。はいはいはい、で、まあもちろん、棚橋さんね。もちろん、MVP ね。全然行きましょうと。なんか、引率者で来てましたよね。あいつ2000しか持ってない。あいつ2000しかないから。小児か。あの、引率者で。一応引率で。なんか、よく、なんか、なんで来てんのかなと思いながら引率者で来て。もちろん、もちろん。ねえ、来ましたよね、LA に。で、僕なんかその前に、事前に LA に俺は行って、空港まで迎えに行きました、車でね。俺とったら2人行ったんですよね。そうね、そうですね。で、迎えに行きました。で、LA、あの、オールスターウィークエンドっていうのが始まっていて、で、要は、本戦日曜かなんかかな。はい。土曜は、その、オールスターの前夜祭、あの、なんとかナイトってやつ、はい、オールスターナイト、ウィークエンドのあれか、はい、で、ダンクコンテストとかやってたよね、はい、あの土曜はね、で、それはもう俺も一緒に見て、で、その VIP の部屋でこう一緒に入って、はい、で、次の日になったら、あの、またこの、あの、後々出てくるかもしれないけど、ニューヨークにいたバンリーっていうね、チームエースのね、はいはい、そうですね、やつがね、来て、LA にみんないるなら俺も来て、行きてと、ね。まあ、随分会えてなかったですもんね。あ、そうそうね。会えてなかったね。バーニーもなんかね、出したけど、ああ、いいんじゃねえかと。で、なんとか俺も行きてっつって、はい、なんとか俺も入れねえっすよね。ちょっとなんか、まあ、バーニーだけだったらよかったですけど、まあ、連れ連れてきた、友達連れてきたんだよね。ゲットですからね、あいつはね。岡田くてもいたよね。いたか、うん、ティームか、まあ、いたか、うん。で、なんかんで、動画を数えてもチケット1枚足りねえぞってことになって。絶対足りない。誰かじゃあ、うっすぐ俺かなって思ってたんですよ。あ、思ってた。てた優しい。優しい。お前のさすがだな。俺じゃなかったんすか、ね、俺だよ。俺はもうあのあれですよ、車であのステープルスセンターまでみんな乗っけてってもう当日すごいですよ、オールスターね、当日 NBA のオールスターのアメリカ一大のお祭りですよ、もう車も交通規制されちゃって、近くまで行けませんよ、もうここから歩いて行けと。で、俺もそこのスターバックスでもうめっちゃコーヒー飲んでるわ、ね、俺もうちょっと近づいてもらいたかったんですけど、ね、ダメだぞ、入れなくて、ね、入れなくて、どこが上空っつって俺も一晩何ドルって駐車場に車突っ込んで、はい、どうすっかなと思った。そんなにまだ、そんなにまだね、まあ、一応あの時 iPhone あったのかね、もう。ね、あったかな、そんなにあれじゃないですよ、まだね。あの、あれじゃない、なんてインターネットもそんな普及してるのかと思わないけど。時間潰せない。寂しいってこう。鬼滅の刃見てましたね。やってねえよ。やってないよ、鬼滅の刃ってね。なんかスターバックス行って。ちょっと時間潰れるかな、うん、まあ、ちょっとガソリンも入れちゃおうかななんてガソリンも入れたりしてじゃあそこ行ってないですね。え、あそこじゃない、だから前の日のダンクコンテストの時は行って写真もね、うん、いいな、お酒すごかったね、ビュッフェだし、ビュッフェだし、いい思いして、ね、いい思いました言ったらいい思いしてます、本当ですよでもまあそれでアンドワンの奴らが一応用意してくれたシートだったから、で俺はその後も少しまた LA に滞在したんですよ、はいはいはい、で
まあ、アンドワンのやつらも、ちょ、なんでオールスター見れなかったの言われますよね。言ってくれて、その後、レイカーズ戦をね、レギュラーシーズンの、レイカーズ戦を見て、うん、そっちそこでコビーが。いや、絶対オールスターの、絶対オールスターの。わかんないけども、その試合させてもらいましたけどね、まあちょっとよくわかんなかったけど、試合がなんだろうな。コービー・ブライアントだったな。俺、結局なんかそんな興味ない。それは話したのよ、だから。興味ありますかね、バスケのオールスター。うおっていうから、ねうん、まあいいですよと。そんなことがありました。で最後、最後がスト最後ストリート282っていう、なんかこう、うん、噛んじゃいそうなね、はいはい、まあこれはこれでね、懐かしいのはちょうどだからあれですよ、2011年、3.11、忘れてはいけないそのね、東北の大震災があって、うん、どうすると、うん、そうですね、みんな各イベントがちょっと自粛的な感じがありましたよね、うんうん、また今のこの雰囲気とは違って、日本復興とね、その雰囲気的にもそういうことをイベント的にやっちゃいけないんじゃないかっていうのだったんだけど、やっぱここからやっぱ日本元気にさせていこうっていう思いでやろうと決めて、2010年でね、デニス・ロッドマンを呼びました、はいはい、2011年もじゃあまたビッグネームをね、なんか呼ばなきゃって言って言ったのがあれですよ、ジェイソン・ウィリアムスです。プロモーションも何もかもジェイソン・ウィリアムス推しで、ジェイソン・ウィリアムス初来日、初来日でもなかったのかな、うん、まあね、ナイキのコマーシャルなんかで、ね、一時すごくもう現役は当然引退してたんだよね、ジェイソン・ウィリアムスはね。そうですね、知ってましたね。でジェイソン・ウィリアムスを呼んでやりましょうと。あれ上がったわ、くるっと聞いて、ね、そうですね、もうホワイトチョコレートとしてね、ね、超有名でしたからね。そうだね、だからまさかのだからそれが2日ぐらい前かな、2日ぐらい前だったかな、1日前かな、ほんと間際になって、ジェイソンが来れないと。飛行機乗ってねえと。乗ってねえと。はい、やっぱ、まあ、心情的には何ですかね、11年にその震災があって、うん、やっぱり海外からなかなか来るのがみんな怖いっていうことになっちゃって、まあ、それでまあ致し方ないっていうところになるんだけど、まあ、で大変だったね、来なくなっちゃったから、はい、散々ポスターも全部ジェイソンのポスターだったのが、で一応そのあれだね、チケットは払い戻ししましょうと。そうですね、はい、売れたチケットはジェイソンメイトで来てる人が、うん、払い戻しもしましょうって言ったんだけど、はい、でも払い戻しはでも結果的に 10% もなかったと思うよ。やっぱ買ってくれたお客さんみんなジェイソンいなくても、うんうん、来てくれて、はい、やりましたね、うん、それが大阪から始まったのか。そうですね、大阪からベイコム総合大会1日と代々木を 2days やって、ね、相手が BJ、 初日が BJ リーグ、あと今日はね、うん、そうでね、 BJ リーグが何年か、まあ、取り出てきていて、うん、そうね、その当時そのコミッショナーだった川内さんがね、うん、BJ リーグへようこそっていうね、川内さんがねこれ皆さん似てますから川内さん調べてください、YouTube ね、ヘッドコーチみたいな形になってくれてやりまして、うん、ね、まあ、今ねヒゲのね長谷川誠さんとかヒゲぞってJ-Hope だね、斉藤洋介ね、すごいメンバーですね、うん、今見たら ね、 ね、そうでやって、うん、そんでその、2日目の方がチームジャパン東京、うん、まあその前年と戦った、サムシティ東京、ね、大阪はどこでやったの。大阪は、サムシティ大阪ですね、うん、の中に何人か東京の選手が2人、ゲラシキョシ君が、うん、はい、選ばれて、もうその頃にはもうあれだね、サムシティももう当然始まって、そうそうそう、ね、何年かやってたっていう感じだったのね、うん、え、これってどう、オープンランとかやってないもん、ね、これは多分1年目で、そうですね、もう多分すごい評価が高くて、もう次はもうまたこれでいこうってなってて、うん、でマムシが MC で入った。そうだね、ツインダブル MC みたいな感じで、マムシとデュークと2人でやってくれたのかな、そういう意味ではいろいろ
やってきましたね。まあまあ、もうね、遊戯第二といったらやっぱバスケの聖地みたいな感じのところね。だから、ようやくここで遊戯でやって、で、ジャパンツアーを2004年にやって、2004、2005は、なんだけど、いつから DVD を作るようにしたのね。その記録 DVD を。ずっと2000、なんだろうな、作ってきて、まあ、スーさんの力を借りて DVD を作ったけど、最後の、ね、売ってたんですよ、3990円 で、うん、で最後の最後のそのストリート2エリートのストリート2エリート2の DVD は販売しなかったんですね、はい、これはもう商品を買ったらもらえますよっていうノベルティにして、まあ、ある意味だから売ってなかったからちょっと幻的になったよ、ね、そうな、まあ、ミックステップの最初の意味と一緒ですね。そうよね、アメリカで言うね。それはもし今時はでも YouTube とかに転がってるかもしれないね。だから、でもフォーゲームで常にこれ流れて素晴らしいですね。来てみていただければ、はい、フォーゲームで、そう、大事なんだ。YouTube で見ちゃダメですよ。フォーゲームに来てみてくれたらいいのよ。でもやっぱこれは僕はもうやっぱもう一番のハイライトは、うん、もうずっとハマーがこのツアーもう2000ね、うん、何年だ、うん、からずっとスタッフで、ね、裏方でアンドアンのボーラーの選手たちのお世話をずっと表に出ずに裏でずっとこうもう泣かされてて、うん、ハンバーガー100買ってこいだ、うん、あれやれあれ買ってこいだって、うん、散々俺は文句言ってたもんね、ハマー散々もうこいつら世話をかけられたのを最後ハマーが出て、うん、最後の大会で選手として出て、で MVP だもんね。あのディフェンスは、もうあれはもう、あれはもう涙出ましたね。あれは死んでもいい。あの MVP を取った。あれは死んでもいい。あれもエレン、アンドワンボーラーを止めたというか、うん、止めて沸かせる。プレーね、オフェンスで沸かすのはわかるけど、うん、止めてて、あれを沸かせたのは、うん、そうね。その後ハマーのドヤ顔が。MVP だったそうですね。で、まあ、ほんとこれもまた誤実なんだけどさ、ほら、タナは、ほら、LA に出てたからじゃんね。だからすごく俺は、MVP に対しての何かのプライズをね、はい、上げなきゃいけないっていうのがあったんだけど、イカホ連れてったんですよね。イカホ連れてってね。イカホ連れて。いや、それをイカホに行ったかどうか知らないよ。でもそれがその次の年にちゃんと叶えてあげられなくて、はい、まあ、何の時だったかね、結婚した時じゃないの、結婚してすぐですかね。ね、なんか、はい、ずっとだから保有になってた、うん、プライズを、うん、まあ、本当申し訳なかったけども、うん、現金かなんか商品券か現金券、旅行券かなんか10万円ぐらいかつって、はいはい、品川の居酒屋でね。それも俺いるんですけど。それはいるでしょう。そう、なんかそこはもうずっとこう、つかがっていて、なんかしてあげないと。ずっと言ってましたもんね。なんか出張に次におまけに連れていくのがいいのか分かんなかったんだけども、うん、なんかそれを叶えてあげられてなかったのはすごく心残りになっていて、うん、で後々最終的にはまあそういう形でね、うん、ごめんなさいねと、なるほど、いう形で何美談にしようとしてる何を美談で終わろうとしてるのそんな気配りもあったんですよ。あった、ありましたね。イクステップね、いろいろありましたね。いろいろありましたね、イクステップね。この時とかでショーケースはマウンイズ、マウンイズですよ。そうですね。またここにビーアンプロデューサーが一人出てきますけど、ね、今ちゃんが出てきます。今日もいますけどね。今日もいますけどね。そう、なんだっつって、そうですね、マウンイズを、そうですね、そう、最後コミットしてくれて、うん、マウンイズを呼んだのね、今ちゃんがね、すごいですね。ただあの時ってまだマウンイズってそうでもなかった。そうですね、そこまでこう知れ渡ってはなかったですよね、うん、早いのよ、うち。そうですね、その前もなんか呼んでましたよね。ちょっと話は戻りますが、フローライダーとかも来たよね。そうですね、フローライダー来てた、デビューしてすぐのもんね。あの時でもちょっとぶっこけたのが、アンドワンだっつってるけど、なかなかあのナイキ出てきましたね。そう、まあ、全身冗談だね。キャップとか、そうですね。まあでも彼は彼なりにさ、バスケのイベントだから気使ってくれたんだと思うよ、よく考えるとね。まあでもすごかったね。早いんだよ、早い。あの時の DJ もすごい DJ だった。そう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 、出ればないと、いたよね、若いやつね。もうそこまで行くのもちびたみたいな。
それが分かんないよ。まあでもすごいですよ。だからその先見の目があるというか、そのね、先見の目があるのね。マウミズもやっぱそのすごかったですし、ね、この間コロナ不安でも流行ったもんね。そうですよね。そうですね。だからその辺がやっぱストリートボールの凄さというか、もう結構早いとこから、まあアンテナ張ってる人が多いですよね。といった意味では。すごいですね。やっぱりそんな感じですよね。このツアーのやつも。まあ、11年のその、まあ、実質それがこういったアンドワンの主催するイベントとしては最後の、するイベントでは最後、最後になっちゃうね。そうですね。で、何が一番思い出に残ってるかと、僕はその後ろのステージの社長さんポップアップとか飛び出したっていう、テストリハで一回僕やらせてもらいましてなかなか膝がガクガクしちゃったっていう記憶がある。2011年か、それはね、スト2終わるじゃないですか。終わりましたね、11年で、はい、3はなかったですもんね。3はね、そう、いろんなね、社会的な情勢があったり、うん、はい、まあ、単純にお金がなかったり、予算的な問題でね、残念ながら3をやることなく、これ17年かな、はい、あ、違う、間違えた、12年から、だから12、13、2012、13、14、15は、だから、まあ、ちょこちょこいろんなイベントには協賛はしながらも、大きなイベントとしてはやらなかったんだけど、やっぱり、もう一回アンドワンとしてね、バスケットボールっていうところにしっかりこうフューチャーして、まあまあその頃にはもう BJ リーグとかも始まってたりとかしてたし、まあ、バスケもだん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 世の中にも見る人も多くなってきたり、うん、でもやっぱストリートっていうところはやっぱアンドワンの原点だよね、うん、だから、ね、アメリカではドミネートザゲームっていう、スローガンでやっていて、試合をね、ゲームを支配せよっていうような形で、うん、スローガンがあって、うん、この言葉がいいんじゃねえかっていうことで、DTG っていうイベントをやろうと、うん、で元々はまあイベントやりながらその写真をたくさん撮ったり、もうその頃は動画とかも結構ね、うん、YouTube とかも流行ってたから、そういうところでこう流せるような素材を作りたいっていう思いでね、本当はクローズでやろうっていう相談もしてたんだよね、うん、だからクローズの体育館の中で、うん、バスケやってるアンドワンはバスケ応援してますよって映像を撮りたいからって話を相談をしてたんだけど、うん、でも結果的になんかやっぱ外でやろうよ、やるならみたいな、やるならってことになって、はい、でそこで場所を探しているうちに決まったのがドックヤード側で、はい、横浜ランドマークタワーの近かったですね、下にあるドックヤードガーデンを抑えることができまして、はい、ドックヤードガーデンっていうと、でも昔はあれなんでしょ、そうですね、もう僕らがストバス時代に戦っていた、うん、もうそうですね、SBC とか、あと MXTV などもあったし、ウィルソンも使ってるし、コンバースも使ってるし、もういろんな大会を、レジェンドもやってましたね。じゃすごかったよね。だからドックヤードガーデンのその、なんか倉庫みたいなところをさ、そうですね。そうなんですよ。僕らがもう戦ってる時に、昔の SBC の、SBC のね、20何年前のゴールが、そのまま閉まってあったんだよね。そのまま閉まってあれ感動した。あれ、そう。あれ、アンちゃんから送られてきて、画像を。ゆうこちゃんに連れられて、倉庫行ったら、SBC の。あれはやっぱりもうずっと待っててくれたんだってぐらいにね、ありましたね、あのボールが。でまだいやらしい話だけど、そのなんつうの、ちょっともうその頃アンドワン、やっぱナイキがすごく強くなってきたし、アンドワンのそのブランドのバリューっていうか、ちょっとそんなにやっぱ一時期よりは、ミックステープの頃よりは下がってきたから、バスケやるっつって集まってくれるかなっていう思いもあったから、もう露骨に、現金ぶら下げようっつって言って賞金をね、賞金ぶら下げちゃえやんっつって言ってね、そうだ、30万かな、初年度30万かな、50万か な, かな、ぶら下げて優勝したらもう現金取っ払いですすごいやってね、ユニフォームも作ってね、そうユニフォームそうですね、もう作ったんだけどね、そう、写真を撮り、そういう、やっぱ映像素材とか写真素材を欲しかったから、最後の試合、決勝戦は、アンドワンで用意したユニフォームを着てくださいねっていう形でやって、それが2016年。ちょっと寒かった。その2回やってる。それはだから16年にやりました。うん、で、その次の年17年に、うん、ちょっと間は短かったけども、うん、
あの、ちょっと寒かったからね、あの時期ね。一発目がね。だから次の年は暖かい時期にやろうよって言って、ゴールデンウィークにかけてやったのかな。で、5月、4月か。だった記憶にないけど。4月だったと思うよ。後半だと思うよ。で、ものすごい風が吹いてたんね。強風でね。すごかったですね。で、そこにもちろんチームエースも。もちろん。出て。初年度、劇的な、なんか、そうですね。ドナービーターだったもんね。初年度はね。平塚っすね。そうだ。そうです。平塚コネクション。そうですね。やられて。3をね。そうです。なんとかその2年目はね。はい。優勝して、お金も。1年目勝ったのがキッドロックか。キッドロック優勝した。はい。もちろん2年目はね、勝ちに行きましたよね。そうです。1年目はこう、ちょっと手探り状態でやったんで、2年目は誰かちょっとゲストを呼ぼうって話になって、で、そのミックステープでも、随分あのつながりがあったジョン・ハンフリーヘリコプターね、まあ、日本の BJ リーグでもプレーしたから、ジョンにちょっと直接連絡をして、ちょっとイベントやるから手伝ってくれないって言ったら喜んで来てくれて、で一緒に誰か連れてこいと、一人ものすごい飛べるやつ飛べるやつジョンも飛べたんだけども、だいぶもうあのお年もいてたんで、現役の頃でしょ、ね、しかもあの野郎、呼んだくせに指骨折しきやがって。そうだ。そうだった。そうだ、確かに。役に立たねえじゃねえかって話になっちゃって。ただ、来たやつすごかったですね。で、そこに一緒に連れてきたのがガイ・デュプリっていう選手が来て、で、そいつはもう、まあ、バスケのスキルは俺はわからないけども、とにかくダンクについてはものすごいやつ、ものすごかったですね。はい、あのね、人、あの、ゴールの前に5人ぐらい並べて、そこ、5人飛び越えてダンクするっていうようなことをやってくれたりだとか、そんなゲストを呼んで、あれやったのが2017年のそのゴールデンウィークの時だね。で、まあ、同じく場所は、ロックヤードがあるんでやって、でも風がすごく強くて、もう、特設のテントとかをね、設営したんだけども、もうみんなでテントを押さえて。スタッフ全員テントテント、ね。そうですね。でもいい思い出で、ダンクプリとかだってダンクで飯食ってるみたいな、そんな感じですよね。だからアメリカのダンクコンテスト、それこそオールスターウィークエンドのプレゲームみたいなことやってる時に、あのルーキーオールスターみたいなやってる時の合間に外でスプライトダンクコンテストみたいなのをやってて、こうやってたりだとかやってて、すごい選手だったね。ピョンピョン飛んでね、すごかった。でまさかの強風でね、試合も中断しちゃって、まさかの 2days になっちゃった。金もかかるわこれ、2日は金ないっつってね。そうで、その時にチームエースなんとか、なんとか、はい、ベスト4まで、要は準決勝の4チーム分のユニフォームはエンドワンで用意したのね、はい、でもう当然まあ、これも今だから言っちゃうけど、色はね、赤と青と黄色とグリーンとってね、ってね、とりあえずお前これ赤はチームエースが選ぶだろうみたいなね、はい、話になってたんだけど、まあなんとかでも実力でベスト4までは、ね、ちゃんと勝ち上がってくれて、ユニフォームは着るんですよ。オールデーとかもユニフォームは着る。前回着なかったけどね。そうだ。前回何も着なかった。で、なんとかベスト4には入ってもらって、はい、ちゃんと DDG で作った赤いユニフォーム、来てくれることができて、はい、まあ、本当はそこでね、僕の、シナリオとしては、はい、これで S が優勝して、まあ、その年も確か50万だから、はい、現金プラス上げていたから、はい、50万円ね、ここで割って、ここで割らないわ、気持ちよくチームエースにね、50万円どうぞと、なるほど、ね、これは優勝しないでやっちゃうと、ただの。だから、これまずいってことで、ちゃんとこう表向き優勝ちゃんとしてくれて、優勝賞金っていう形で、取れよっていうこと相当言ったよね。プレッシャーすげえ、弱えな、おい、プレッシャーに負けたのかよ。まあそんな、そうですね。で、結局勝ったのが、2年目を、キッドロック。ね、2年連続、持ってかれちゃいまして。強かったですね、キッドロック。強かった。そんなことで、DTG が。はい、でも DTG が終わった後も、なんかそのランドマークタワーの方から、あれですよね、すごくいいイベントだっていうふうに言われて、うん、で、ゴールデンウィークまでなんか
ゴールは置いといて、子供たちがほら、ゴールデンウィークの、ね、そうですね。それの、それの遊びってのは、その運営でしてたし、ですね。子供連れて行きました。やってて。そうですね。うん、でもなんかそんなこともね、やって。うん、あのまたやりたいですね。ね、そういうのね、今だから、今すぐにはっていうことじゃないけど、うん、やっぱそういうのってすごく、地域、うん、そうですね。まあ横浜にせっかくある、フォーゲームだし、ね、横浜に何かこう、うん、一緒になってできることがあれば、ね、そうですね。まあ今アンドアーマーもなくなっちゃいましたけど、はい、そうですね。日本から撤退、ね。そう、日本でまあまあそれで DTG が終わって、はい、DTG とともに僕も終わってしまうんですけど、はい、アンドアーマーも。そうですね。はい。そこから犬生活が始まる。それからこのね、水分が出てくるんですけど、まあ。まあ、今はちょっとバスケと違う仕事をねしてるんですけど、でもなんかやっぱりすごくそのアンドワンをやってた2000年12月からだから17年ぐらいのバスケをきっかけで、まあ、このアンちゃん、エイちゃん、そしてまあケンケンなりのみんなと知り合って、フォーゲームのオープンの時にも携わって、その初めに言ったようにこのね報告だったけどね、いや止められましたよね。相談ではなかったけどね。あれ、無理やり止められたんですよ。まあ、やめとけという形のお店も、でもそんなお店ももう15年もやってるから、もうすごい大したもんですよね。で、ちょっと一番最後にこれ忘れてた話、ここにこの靴がありますけどね。CMS モデルをね。そう、タイチミットっていうアンドアンのもうね、いわゆるアンドアンの中ではもうレジェンド的な靴ですよね。この靴がさっき言ったビンス・カーターが履いてダンクコンテストで優勝した靴なんだけど、これをまあ最後の俺の仕事になっちゃったけども結果的には、ね、結果的にはね、はい、でもアメリカにすごくね、日本に面白いストリートボールのチームがいますよという形で話をして、で彼らにどうしても俺シューズ提供してあげたいんだって話をしたら、うん、じゃあ作ってやろうっていう話になって、うん、まあ本当今のねスニーカー業界から言ったら大したことではないかもしれないけども、でもなかなかね、はい、何十足も、そう、何十足です、もうほとんどサンプル、これ25の25まで関係ないけど、なんか言われた通り作ったからね、まあ、50ぐらい作りましたよね。だってこれタイチミッドっていうんで、うん、ここにチームエースのロゴもね、うん、入って、これ全部色もこっちで、そう、でこっちでケンケンとも相談したりね、はい、してこんな色がいいんじゃねえかって言って、ガムソールがいいっていうんで、作って、でローカットも作ったものね、はい、作りました、ローがいいってわがままにやってバカだね、ローカットもあそこにもあるのかな、バカがいるって言ったんですよ、そう、これはだからすごい無茶しましたね、このカラー自体販売されてないですよね。もうチーム S のためだけの色ですよね、大地で。これはね、夢を見ようと思っても見れる夢じゃないですよね。これを僕も聞いたとき、かけないもん、これだと。震え上がりましたけどね。ありがたすぎて、かけない。親が死んだら憧れない。意味が分かる。ぐらいの。葬式でこんなの怒られるわ。派手だわ。でもすごくそういう意味ではなんかその10年もうすぐ20年近くなるけども、まあ別に自分のお金を払ったわけじゃないですけども、一個形としてね残せたっていうのはすごく良かったです。ダメですよ、アンドワンのアメリカにメールして靴作ってくださいそれはダメですからね、今ね普通はね、これはすごくすごいですよね、そういう意味では記念の、どんなね、今の限定商品より、うん、そうですね、ですね。そんなことはしたこと一回もない。ないですよ。ないですね。まあ、NBA とかね、はい、ジョンってさっきヘリコプターのために、2足だけ作ったとかっていうのは、うん、まあそれはもう当然アメリカも承知の上でやってることだし、チームだけども、日本のしかもストリートボールの、そうですよね、そうですよね、ストリート DTG も勝てないチームためにね作ったっていうのは、でちゃんとこうまあまあね、フロントではあるけども、うん、チームエースのロゴを入れてやったのはすごくいい思い出。うん、なんで美談にしようとするんですか、最終的に何か。美談でしょ、美談。こんないい話じゃないですよね。いい話なんだろうね、これは。
はすごい、本当に素晴らしい。たまに忘れちゃうけど、ね、まあ、でも素晴らしい、良、はい、かったです、はい、ありがとうございます、はい、まあそんなとこですかね。そんな、まあ、あの話し出したら本当終わんなくても、そうですね、3日ぐらいはあります、うん、3日経ってもちょっとね、語り尽くせないですね。あのそろそろもう時間も時間なんで、はいはい、そうそうそう、電目その辺に行こうないと、そうですね、もう2時ですからね。あげーなー、何時間これ話してるところで、まあこんな感じで、はい、そうですね、はい、毎回こうやってゲストを呼んで、はい、まあでもジョー君の会話も何話になるのかなって、そうですね、これを一個一個話し合って、そうですね、何話になるか分かんないですけど、そうですね、はい、でも全て聞くしかない、見て聞いてもらわないと聞くしかない本当に拷問みたいになってますいや本当にこれは多分ね、今後もし若い子たちがこう自分たちがアクションを起こすときに、まあアプローチとしてはもうむちゃくちゃなアプローチ僕らはしてきましたけどまあ今となってみたらね、こう靴を作ってもらうところまで言えたので、まあね、こういう話はね、いいきっかけにはなるんじゃないかと。じゃあ今回のゲストはジョー河合さんでした。ありがとうございました。またこの先何年もね、はい、そうですね、ここあの出会いお付き合いをする、はい、中ですから、この先死ぬまでまたお付き合いを、はい、うん、死ぬまで、はい、はい、ありがとうございます。ゴルフやってないですか。ゴルフ全然やってないですね、すっかりこのピート君がいるからねで、これなんで、俺じゃんけんいつもやってる。わかりました、はい、最初はグー、はい、じゃんけん、はい、あんちゃんはチョキを出しました田舎チョキでした See you